こんにちは、車屋の親父です。今日は18系クラウン、俗に言うゼロクラウンですね。エンジンがかからなくなってレッカーで搬入された車両です。現場で確認したところ、バッテリーには問題がなく、スターターモーターがダメということで当社に入庫しました。リビルト品のセルモーターを購入し、これから交換作業をしようと思います。搬入された当日はセルモーターを叩いて一度だけエンジンがかかり、その後はうんともすんとも言わなかったものが、2日ほど置いてダメ元でかけたらエンジンがかかりました。ただ今の感じもちょっと怪しかったですし、いずれにしてもいつダメになるかわからないので交換という形になります。これから作業していきます。電気系のコネクタを抜き差しする作業なので、念のためバッテリーのマイナス端子を外しておきます。まずはアンダーカバーを外していきます。ネジ止めになっているので見えるネジを緩めていきます。はい、このようにアンダーカバーが外れました。今回の件とは直接関係はありませんが、オートマオイルが漏れているようです。それではカバーが外れたので、今回のターゲットの位置を確認してみようと思います。ちょっと見にくいですが、今回交換するセルモーターは、奥に見える黒いものですね。ピントが合わない。こちらになります。調べたところによると、ボルト2本で止まっているだけのようですが、1本のボルトが非常に外しにくいようです。それでは引き続き作業していきます。こちらが今回新しく取り付けるリビルト品のセルモーターになります。車という大きいものをエンジンをスタートさせるのに、意外と小さいもので動いていると思いませんか。まずこちらの14ミリを外していきます。はい、手持ちの工具で2時間ほど格闘しましたが、どうにもならず、ホームセンターで工具を買い足しました。買ってきた工具で一撃で外れました。あとは難関の上のボルトを外していきたいと思います。上のボルトはこのようにエクステンションで伸ばして、ミッションの後ろ側から攻めていきます。いろんな書き込みを見てると、これがかなり難関です。やっと上のボルトも外れ、これからコネクターを外し、セルモーター本体を取っていきます。結構硬くて重労働でした。それではまた後ほど。古いセルが外れました。ボルトを2本外した後、プラスとマイナスの配線を外し、車から下ろすんですが、下ろす際にスペースが狭く知恵の輪状態で20分ほど悪戦苦闘しました。
そしてエンジンルーム下なのでいろいろなススが溜まっており、つなぎのズボンはこんな感じ、私の腕はこんな感じ、ワイシャツもこんな感じ。おそらく他にいらっしゃらないと思うんですけど、ワイシャツなどで作業しない方がいいと思います。はい、組み付けが完了したので一旦リフトを下ろし始動確認をしてみます。結構ドキドキしてます。はい、それでは抜いてあったバッテリーのマイナス端子を差し、これから始動の確認をしてみようと思います。エンジンがかかってくれればこの動画はこのまま終わりとなりますが、かからなかったときはどうしようか悩んでます。はい、それではブレーキを踏んでスタートボタンを押し、セルは回りました。はい、かかりました。今回はゼロクラウンのセルモーター交換手順をご案内しました。この動画をご覧いただければご自身でもできるかもしれませんが、正直お勧めしません。では、今回もご視聴いただきありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録、ぜひお願いします。コメントもお待ちしてます。では。